続いては先日の放送で反響があった話題をお届けしたいと思います。40年前、彗星のごとく現れ散っていった広島出身の天才ドライバー故高橋徹さんの企画展示が広島市内で開かれています。その会場で先日、元 F1 ドライバーの片山右京さんが講演、熱い思いを語りました。広島市の交通ミュージアムで来月4日まで開かれているレーシングドライバー高橋徹さんの生涯を振り返る企画展示、片山右京さんも会場を訪れ、よみがえった1983年当時の F2 のレースカーマーチ832 BMW のモノコックに見入っていました。世界でトップを取れたかもしれない、そういう人がいたってことが事実だし、そういった原動力っていうのがお金とかそういったことではなくて、やっぱり必死にも思える、ね、情熱とかそのやる気だったんだっていう。坂上アナウンサーの司会で始まった講演会には観客およそ70人が集まりました。最初にこう出会った衝撃的なスターというか、自分の中のアイドルは徹さんだったんですね。第9コーナーに勝ってまいります。さあアクセルオンだ。当時最高峰の F2 デビュー戦で2位に入るなど衝撃的な走りを見せました。僕はセナとか、まあ、シマハとかプロストとかマンセルとか走らせてもらったけど、はい、その2位3位争いをたまにして5位になることはできたけど、徹さんだったら勝ってたなっていうのね。その時代で先頭を走ったってことは間違いないですね。1960年、東広島市で生まれた徹さんは、広島工業在学中に A 級ライセンスを取得。資金力が必要なレースの世界にあって、実力だけで当時のトップ、カテゴリー F2 へと瞬く間に上り詰めます。ヘルメットのデザインを真似たという片山右京さん。究極的なスピードにある F1 レーサーの心境をこう語ります。ゾーンに入ると静かになってきて、音が消えるんですよね。もっと集中してくると色を落とすんですよね。でスローモーションにそこからだんだんなってくるんですけど、で自分の呼吸の音とかだけが聞こえて、はい、徹さんは83年のレース中、23歳の若さで亡くなります。誠実に勝る知恵はないから、なるだけ、まあ、そうやって、ね、正直に言って、でいつ死んでも、はい、心筋梗塞なんかじゃないけど来ても効果がないように、そういうふうなこう考え方をしようというのは思い出しましたね。子供の頃頑張ったとか必死でやったことは、泣いたことも、例えば振られたことも、大学したことも、失敗したことはみんな覚えてるから、でも今今日みんなこうやって生きてたりやってるのは、そこまで戦ってこう来てるから、絶対頑張るんだ、よしやってやるとかっていうね、から元気も含めてね、みんなで頑張りましょうね。Thank you.